こんにちは。子供 Python チャレンジです。はい、えー。今日も楽しくプログラミングしてみましょうね。はい。えっ、ー、と、前回どうしたかというと、えー、数当てゲームをシンプルグイで作りましたね。ちょっと見てみましょうか。はい。こう、数当てゲーム、もういかん以前にも作りましたが、もう作れることを示したわけですね。我々は、私たちは、えっ、ー、と、レイアウトをちょちょっと書く。 そして、あとは決まり文句を書いて、イベントを発見する。これでできるというのが分かりました。ちょっと復習しましょうね。はい。えー、ソースは、ソースはこんな感じになります。えー、っと、そうですね、えー。今回はライトブルーで作ってみました。そして、レイアウトレ。まず問題としては、こう1から100までの間で1個まず考えるわけですね。そして、レイアウトとしては、 えー、1から100名ですよ。まあ、ここはあれですね。これを、あの、例えば、えー、ローとハイというふうに決めといて、え、で、これがだから1から100というふうに決めといて、ここがローで、えー、ここがハイで、で、ここは、え、あれですね。 f 文字列にして、えーえー、中括弧のローから中括弧のハイと、こういうふうに書くべきの方がいいですね。はい、まで。そして、えー、何か数を入れてもらって、そして、えー、そしてこれは、バインドリターンキーを true にすることで、えー、数字のところで、えっ、ー、と、リターンを打てば、 それでボタンが押されたことになるということでした。はい。そして、えー、この場合は、リザルトのところは、過去の履歴が、ログがマルチラインで表示されるようにしましたね。そして、あとは上下をいつものようにやるということになります。ちょっと実,験実行してみると、はい。ですね。はい。1から100までですよと。あ、ところで、この正解を書くのはいらないですね。 まあいいや。それはともかくとして。はい、55。えー、もっと下です。はい。えー、っと、じゃあ、そうですね。30。もっと下です。はい。ええー、じゃあ、15。もっと下だ。じゃあ、8。よりは上。じゃあ、そうですね。えー、っと、んじゃあ、12。 なまあ、そうそう当たっちゃいそうです。怖いですけど。はい。えー、十、十、正解っていうことですね。はい。こういうふうに、えー、ここに、えー、履歴がずっと残りますので、覚え出しながらできるようにしました。もちろん、えー、何回もやるようにすることもできますね。はい。まあ、それはでもいや、自分でやってください。えー、この、これを実行した後に、 えー、書き換えればいいと思いますし、マルチラインを空っぽにすればいいと思います。はい。じゃあ、今日のところ行きましょう。はい。今日の宿題は、もうどんどん自分で作れることを示したいので、計算機を作ってください。電卓を作ってくださいっていうのをお願いしました。できましたか簡単にできてるといいんですけどね。はい。じゃあ、それを答え合わせというか、まあ、それは皆さんのもそれでいいと思いますけど、まあ、じゃあ、私なりに示しながら動かしてみたいと思います。 Python 式電卓ですねでどういうふうにするかというと、まあ、いろいろボタンを作ってもいいんですけど、まあ文字列を入れてそれを計算する。ここで便利なのは、Python の計算式には昔やりましたね。えー、っと簡単な足し算ゲームをやるときに、エヴァルっていう便利なものがあるということでしたね。ちょっとそれを思い出しましょう。例えば、このアイドルインタープリッターで、えーっと 例えばね、過去の3足す、え6、かける2、え和とかいうのを計算したいときに、これを文字列の形でもらえ、もらえれば、これ文字列はもちろん、これだけの文字列ですよね。だからこれを、さらにエバルに渡してやると。 エヴァルっていう関数に、この文字列を渡してあげると、ちゃんと評価してくれるという素晴らしいけ仕組みがありましたね。だからこれを使ってしまうと簡単だということになります。じゃあ一緒にやりましょう。はい。えー、っと全これ、もういいか。この数当てゲームを使いましょうかね。これをセーブアズ、えー、電卓とかってやりますか。L の99、えー、軽く、 99、電卓。でいいですね。はい。そしたら、どうしようか。えー、っと、色を少し変えましょうか。じゃあ、カヤックっていう色にしてみましょうかね。は、え、い、ー、色、はい、これいらないね。消します。そして、この1行目もいらない。どういうふうにしようか。文字列をインプットして、で、計算すると。 まあ、計算。まあ、こんな感じ。で、えー、いいですね。で、最初はじゃあ答えはテキストにしてみましょうか。マルチラインの代わりにテキスト。ね。それでこれ、電卓。まあ、英語でいついでか。キャリ、まあいいか。電卓。まあ、これだけにしてみましょうか。で、やることは、 えー、読みまして。えー、っと、ドットッまず、まずここまでやってみましょうか。そうですね。えー、ちょっとここまでやってみましょうかね。うん。まあ、いいでしょう。これ全部消しちゃって。これで何が起きるか、まず確認しておきましょうね。はい、乱します。そうすると、何が起こるかっていうと、こういうものができました。はい、いいですね。 そして、さっき言ったように3、3足す5って入れれば、ここでリターンする。はい。そうすると、ボタン1が押されて、インプットに3足す6っていう文字列が入ることが分かりました。だから、これを計算してやればいいんですね。はい。ここからできますかちょっとやってみてください。ビデオを止めて。OK ですね。はい。ですので、えー、いや必要なのは、まずイベントとして、 ここですね。イベントが B1 であれば、の時には、えー、っと、もう簡単ですね。えー、っと、なんだえー、式は V1 なわけですから、じゃあ、Expression イコール、えー、V の1なわけ、V のインプなわけですね。インプに入ってくるということが分かってます。なので、 これ文字列で入っていきますから、アンサーは、これは、えー、っと、さっき言ったように、エヴァルのアンスであると。ですね。そしたらば、どうしましょうか。もう、レスのところに書きゃいいですね。えー、っと、ディスプレイは、テキストはにしましょうか。テキストかは、もう、すごく単純に、えー えっと、F 文字列で書きましょうか。えー、っと、エクスプレッション、イコール、アンス。もうこれでいいか。はい。これをテキストを作って、これを、ここに書けばいいんですね。なので、えー、っと、win の、括弧レス。で、アップデートのテキストと。 <laughs> こんなに簡単にできるのえー、これでちょっとやってみましょうか。これでいいような気もしますね。はい。じゃあ、これでセーブして実行してみましょう。失敗してるかもしれません。はい。ここで3たす5。リターン。間違えました。ans is not defined。えぇ、ー、ans じゃないですね。なんでこんなことより間違えたんですエ expression ですね。はい。 やりなんでこういう間違いをするのかよくわかりませんけどちょ、皆さん気がついてましたね。はい。ええサンタス5。はい。サンタス5イコール8。できました。終わり。ここ空っぽにするのがいいね。これよくやりますよね。ここ空っぽにした方がいいですね。どうやるんですかはい。やってください。いいですね。はい。ええー、これと同じですね。ウィンのアップデートと同じものをコピーして、 ま、いいか。これをコピーして、えー、っと、ここですね。インプのところを空っぽにするんですね。インプのところを、えー、空文字列にすると。はい。これでいい。これだけでできちゃった。なんか簡単ですね。えー、なんか、あっという間にできてしまいました。はい。少しか、難しくしてみましょうか。2たす、3、5、かける、7。いくつですか ?7、7、4十九かな はい。いいですね。別の計算もしましょうか。えぇ、ー、7 3る2それを、じゃあ、いくつだっけこれ。え死、ー、にが8か。これを5で割った乗与の余りは <laughs> 大丈夫ですね。え死、ー、にが8だから、それを5で割ると余りは3ですね。はい。いいと思います。 すぐできましたね。1 2 5る3 1 8でね。えっ、ー、と、それを、えー、もうちょっと広い方がいいか。えー、あ、じゃあ今度割り、えっ、ー、と、小数にしてみよう。えっ、ー、と、7 7 3 2 1割1 0はい、これは2.1。そうですね。もう少し横長の方がいいなと思いますので、 えっと、これはじゃあじ、15文字ぐらい ?20 文字ぐらいにするとか、えー、計算式のところも20文字ぐらい。まあこんな感じでいいですし、これ今のところは1行でいいですね。はい。ので、こんな感じでできました。いいですね。ハッピーですね。いいよね。はい。えー、3かける、かっこ、11マイナス、 3五でもいいか。えぇ、ー、割る、うんと、しょ、スラッシュスラッシュにしましょうか。えっ、ー、と、これは3、六18だから、これを5で割すると、はい、いくつ答えは三ですね。はい、できた、できました。もうなんか,わかっ、簡単に終わったということが分かって嬉しかったですね。はい、えー レイアウトと動作はほとんどさっきの、えー、前の通りでいいということが分かりました。ここを計算ボタンにしただけでできましたね。はい。それからエバルを使って計算結果を簡単に求められました。どんなことでもできる。こうするとボタンを作ったりしなくていいですね。カッコボタンとか足し算キーとかないらないんだもんね。はい。ということでできました。 さあ、じゃあ、ここからまたさらに皆さん改造してみてください。宿題、一つは、えー、入力と結果のログを表し続けることにしましょう。つまり、3回前にどういう計算したかなっていうのは全部マルチラインで残るようにしてください。これは例簡単ですね。それから、2番目。ちょっと一応、もっとできることが多いといいと思うので、逆数。つまり1、1÷x を求めるとか、x の2乗を求めるとか、そしか、昔言いましたね、平方根。 かけるとその数になるような正の数を求める。こういうボタンもつけて、ついでに計算できるようにしてみてください。はい。完璧じゃなくていいんですよ。こういうこともできたらいいなっていうのをちょっとやる実練習としてやってみてください。はい。じゃあ楽しんでいただければと思います。えー、今回がレッスン99。次がいよいよ100回です、えー。一応100回でね、一段落して、その後また別の形でお届けしたいと思っています。これからも楽しくいろいろなプログラムをやりましょう。はい。 また次見てください。終わります。さよなら。